10試合連続打点枠さ。森下来た。毎日これやん。今日も打点すげえ。バースが見えてきた。ほんま天才やろ。器用すぎるわ。来た。恐ろしいやっこだ森下。森下完全覚醒だな。森下バースの記録抜いた。息吐くように先制点。森下、核変モード突入や。常に打点を上げる男。ずっとインコースでカウント稼がれてたのにインコース捉えられるようになったよな。森下10試合連続打点。バスは13試合やったマレガス。掛布は抜いた。ただの日常。最近の森下打球全部強いやん。初回近本出塁、中野バント、森下タイムリーの流れ最高すぎる。バースの再来は森下でした。ランディ森下緊急来日。来日西、まず1点。バース、私の13試合連続を抜きなさい。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。